はい、皆さんこんにちは、アイです。スキンケアたちを紹介しているので動画をご覧ください。はい、じゃあまずは洗顔、口コミでいいっていう風に聞いたので一回買ってみたんですけど、洗い終わった感じはなんか本当に突っ張った感じがなくて使い心地がいいです。スキンケアしていきたいと思います。 CNP の拭き取りトナーなんですけど、私はもう手で塗っていきます。本当に肌がこうツルツルになって角質とかも一緒に除去してくれるので、そして続いてこの機械なんですけど、リフトアップの機能と化粧品をしっかりこう肌に浸透させてくれる機械なんですけど、こう浸透させたい、例えば私はこの CNP のこのクリームなんですけど、クリームを肌にまずたっぷり塗ります。でこう塗ったら、このスイッチを押すとまず電源が入るんですけど、ここに3段階できるようになっていて、私はとりあえず2段階ここね、どんどんね、あったかくなっていくんだよね。あったまってきたら、まずはこの目の下、目の下あったかいのよ、ちょっとじわーって感じであったかくて、そしておでこ、あの実家にいるのでお姉ちゃんにこの機械、私よりも年老いたお姉ちゃんにこの機械を使ったまあ、これは2万5000円ぐらい。クリームより安いんだ。お姉ちゃんのめっちゃ高いクリームを使って今説教されてるの。こうやって引っ張りながらやって、そうそう、こうこうやって自分の手でこうやって引っ張ってやったら、そう、美顔器いいって聞いたことある。へえ。そのシワのところのなんか奥までちゃんと美容液をなじませられるために。へえ。厚紙で拭いて、拭いてじゃあ別にここ、そう、私引っ張ったけど、うん、こうやって、そうそうそう、上に上に、あったかい、うん、ちょっと私こっちからの方がいいんだよね。何のスキンケア使ってるんですか？ランコムです。ランコムのそのライン使ってるよね。うん、そのライン使ったらすぐ怒られた。違う、3万円の美白クリームを本当に1000円のクリームぐらいの割合で使ってきやがって、こいつマジで。それでさ、キールズあげたらまたキールズを1000円のか1000円かのように使って消耗品だからさ、なんだ、自分の消耗だったらいいんだけど、なんでお前の消耗のために3万円も。でも3万円は高いね。高いでしょ。なんか2万5000円ですからね。これ初めてこういうの使った。だよね、家でそういうさ、機械とか使うことってあんまないもんね。でも水原希子のさ、使ってみた、見た、めっちゃこの機械が超でっかく見えるこれあの、うちらの顔がでっかいんじゃなくて、機械がすごくコンパクトですっごい軽いんだよね。にして、これ1万円のクリームにしよう。もう3万円だと気になるわ。言ったらさ、これ3万円のクリームを多分4万円のクリームぐらいに、1万円かよに、あ、違うか、6万円ぐらいのクリームにしてくれるんだ。5000円のクリームを3万円ぐらいのクリームにしてくれる。あ、そういうように考えたら多分妹にも多分優しくできるかなと思う。いや、優しくしてんじゃん。めちゃくちゃ。どうだった、使った感想？良かった。何が良かった？なんかポカポカしてね、うん、そう、ポカポカして顔の血行も良くなって、多分マッサージ一緒にしながらやるともっと効果が上がる。ここにやったらいい、良さそうだね。確かに、こういうところとかね、うん、首のシワにやった方がいいんじゃない？うち確かに、もっとさ、安いクリーム塗りな。確かにそしたら3段階だよ。3段階に私もやりたい。3万円のクリーム使わせてくれたらね私この前の動画見てびっくりしたもん。首のシワでしょ、うん、私もびっくりする自分の。本当に首のシワ本当やだよね、うん、本当に小さいのし、めちゃくちゃ軽いこのね、動画で説明、ハムスターぐらいじゃない
大体ハムスターって言うの。だってハムスターのが重いかもしれない。飛ぶぐらい。飛ぶぐらい。ここに乗っててもまあまあ。こんぐらい。どこで買えるの？これ？私は通販で頼んだんだけど。私の分も頼んだよ。そうだね。そうすればよかった。はい、ということで今日も動画ご覧くださいましてありがとうございました。ということでまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。